はいどうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。というわけで今日もトップページのおすすめから来た方よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今回シーズン11でピースキーパーの当たり判定が大きくなるっていう強化が入ったんですが、この当たり判定の強化が結構バカにならんくて、あ、そもそもでみんな当たり判定、まあ、正式には衝突判定ってシステムご存知ですか？例えば R301 とかいうアストラトライフル、これは当たり判定 0.0 です。どういうことかっていうと、狙ったとこにしか弾が行きません。はい、狙ったとこに、はい、弾が行く。当然やん、当たり前やんと思うかもしれないけど、実は違って、サブマシンガン、アサルトとか、LMG とかって、まあ、衝突判定で仕組みはないんだけど、実は L スターって衝突判定があって、何かっていうと、当然狙った場所に弾が行くんだけど、距離が離れれば離れるほど、弾当たってなくても当たり判定が出るっていう、そういう仕組みなんですよ、L スターって。はい、まあ、演習中だと分かりづらいんですけど、 L スターは離れれば離れるほど弾が当たってなくても当たる、ヒット判定が雑になるっていう、そういうめちゃくちゃ強い武器なんですよ。そもそもこの仕組み知らなかったって人は高評価よろしくお願いいたします。はい、ちなみに L スターはこの衝突判定がシーズン11でめちゃくちゃ弱くなって、中遠距離だいぶ当てづらくなってるはずです。はい、で同じような仕組みを持つ武器として、ショットガンですね。ショットガンもこの衝突判定という仕組みがあります。ちなみにですが、モザンビークはこの衝突判定がめっちゃ強くて、モザンビークは離れた場所の敵めちゃくちゃ当てやすいです。でピースキーパーもちょっと離れたらすごく、雨降ってきたわ、雨が、晴れのちジブラルタルって感じですね。はい、ピースキーパーも、まあ、超近距離はそんな変わんないんですけれども、ちょっと離れた時の衝突判定がえらい増えてます。例えば以前はこの距離ね、ピースキーパーチャージなしで、まあ、大体5発ほど弾が当たっていたんですが、今は、はい、まあ、6発は当たります。54ダメージから調子いい時で60ぐらいいく時もありますね。あ、60じゃないってことか。まあ、ヘッシュが2つ入ったかな、今のは。で、具体的なヒットサイズっていうのも、APEX のウィキに載ってまして、まあ、初期値、近距離は変わらないんですが、離れた時の当たり判定が 0.6 から 0.8。それ以降が 1.0 から 1.4 という強化が入ってますね。はい、で、Twitter でピースキーパーで調べても、ピースキーパーえぐい。ピースキーパー弾ありえんくらいでかくなってて、ちょっと強いです。アップできて初めて APEX やったけど、ピースキーパーめちゃくちゃ強くなってない？ピースキーパー普通に強い。ピースキーパーって何？平和維持軍。ピースキーパーだいぶダメージ出せるようになってるっていうね。まあ、ツイッターでもこういうね、当たり判定に関するツイートがたくさん出てくるんで、非常に今回強くなったということですね。はい、というわけで、ピースキーパーね、毛嫌いしてる人もたくさんいるかなと思うんですが、ぜひシーズン11当たりやすくなってるんでね、使ってみてください。じゃあ、今回はピースキーパー使っていきましょう。本編どうぞ。どこ降りたらいいかほんまにわからへんねんけど。これはわからん。わからん。下に物資あることを知った。真ん中行ってみたよ。俺はじめこの家行ってみたよ。さらに下があった。何これ。俺、チャージライフル。あ、いた、ここ。あ、チャージライフル。チャージライフル気持ちいい。はい、終わり。はい、おら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 。あ、3キル。あ、スタルトローにいるって。あ、これ行ったら死ぬやつ。いや、大丈夫、死なない。本当に3人いるけどな。え、ベスパ？じゃあ死ぬわ。はは、死ね。あ、もう最悪だ。え、なんだこれ当たるの？はい、はい、はい、よかった。終わりです。はい、敵をマーク。あ、そっか、俺が倒したの。あとでやってる。戦わせろ。開ける。危ないところだったぜ。じゃあこれやっちゃおう。早速今日の動画でやったやつやろう。特撮の鬼全部瀕死。はい、何を負けとんねん、お前。だって体力が下がった。終わりだ。じゃあこいつから私はピースキーパーいただく。トリプルテック最強だから。まあぶっちゃけ強いよね。うわ、めっちゃ削られたけど大丈夫。俺もこれ投げるから大丈夫。そしてグレーも投げちゃう。これよっちゃある。
めっちゃ燃えてるのは嘘やけど、まあある程度燃やしたよ。え？持ってる。帰ってんだ。なんか入ってないのか。まあ、ちょっと引く俺。意味ないポータル、ごめんこれ。あ、いるな、全然いるわ。ほれ。ほら。90、え、つ52、バンガーやった、バンガーやった。まあちょっと落ち着いてセルで待ってますね。合わす。じゃあ行ったろ。左パターン。ナイス。まあ悪くないだろ。さあ戦おうぜ。やっと戦いだ。戦いが始まるね。あ、当たらんか。まだおるか。奥にいるね。どこ？左ジュラシックパークの門ぐらい。ジュラシックパークっぽいね、確かに。右両方いるわ。とりあえずあれでいけたいの。まあ一旦バッテリー巻きましょうかね。いる。え、後ろやば。はい、ごめん、すごい近いがこれ。あ、なんだこれ。後ろもいるんでしょこれ。でも気にせずに行こうかなーって思うんですよね。痛い痛い痛い。マジやった。そこやばい。どうしたよ。でもこっち来れる人、あと一人なんだけど。やったやった。大丈夫？やりましたよ。なんとかなりました。なんかいるくね？これあと50、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 あと50。でも俺バッテリーマークね。逆カット、逆カット、ランパート。どうしよう。あのランパートがね。次めっちゃ無視。ランパートしてる。逆カット。よっしゃ、うまい。足やっ。なんとかするから。待って、もうワンパン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 。やばすんぎ。ここどうなったって。え、飛ぶか飛ばないか聞いてるぞ。え、もう殺したろかな。きつそうだな。ヒートシード来ますね。飛ぶのがいい気がしてきました。行っちゃった俺。じゃあ行こうか。あとワンパですか。ワンパだね。はい、もんやん、ほんまに。左側に肉なくなりました。間に合うよ、間に合ってくれよ。頼むよ。だる。男らしく俺は突っ込むわ。いや、死ぬパターンのやつやな、それ。流れてるはず。ワンやりましたよ。ツーやりましたよ。え？いないんすけど。どこ行ったん？俺なんかグラビティリフトも叩かれてた。え、クレーバー。ルーさん、これで行こう。わかりました。セイ。セイ。どこ叩いた俺？え、なんか微妙じゃね？微妙。相手クレーバーだから。そっか。決めればいけるや。そうだな。どうやって登るんこれ？面白い。ナイス。ナイス。グレート。ま。アイエンセンター厳しいもんがありますね、これ。ほんまに。